はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、第三者弁済について解説いたします。第三者弁済っていうのは、第三者が代わりに弁済をする。弁済っていうのは義務を果たす、債務を履行するといったイメージです。例えば A さんが B さんにお金を貸していました。したら B さんはお金を返す義務がありますよね。なので B さんが債務者です。で、そのお金を返す義務を別の第三者が義務を果たす、弁済をする、借りたお金を返す、これが第三者弁済なんですね。で、この第三者弁済っていうのは、これ誰でもできるのかっていうのが問題になってくるんですね。で、ここを今回は解説していきます。非常に重要です。まず原則は誰でも第三者弁済できるんですね。これ原則として頭に入れておいてください。で、ここから例外に入っていきます。例外として第三者弁済ができない場合があるんですね。そういった場合をこれからお話していくんですけども、その前にちょっとこちらを見ていただきたいんですが、正当な利益を有するもの、正当な利益を有さないもの、ちょっとここがわからないと今からお話しする内容わからないので、先にちょっとお伝えしておきます。正当な利益を有するものっていうのは、例えば保証人だったり連帯債務者、物上保証人、抵当不動産の第三取得者、公示位抵当権者、こういった人が正当な利益を有するものです。で、ちょっと今回はこれについてちょっと細かく解説しません。まあ保証人とか連帯債務者あたりは基本的な部分なので分かる方多いかもしれないんですけども、物上保証人とか抵当不動産第三取得者、公示位抵当権者、このあたりになってくるとちょっと分からない方いるかもしれないんですけども、ちょっとこのあたりはですね、ここまで解説するともうすごく長くなっちゃいますんで、ちょっと今回すいません、省略させていただきます。で、個別指導の受講師さんはテキストを見ていただいたら具体で載ってますので、ちょっとそちらご確認ください。で、一方で正当な利益を有さない人ってどんな人かっていうと、これ以外の人ですね。例えば単なる債務者の親だったりとか、親族、まあ保証人になっていたらこっちに入ってくるんですけども、保証人とか連帯債務者になっていないこの債務者の親族とかっていうのは、これは正当な利益を有さないものなので、まあ今回その正当な利益を有さない人っていうのは、まあ単なるまあ兄弟だったりとか親だったりとかっていうのをイメージして考えていただくと分かりやすいと思います。で、戻りますね。まあ原則は誰でも第三者弁済できるんだけれども、例外として債務者 B が第三者弁済しないでください、反対の意思表示をしていた、そういった状況で第三者である C さんが正当な利益を有さない人の場合、第三者弁済できないっていう話なんですね。つまり B さんが第三者弁済しないでくださいと反対をしていた場合、親である、つまり正当な利益を有しない C さんっていうのは、この場合は第三者弁済はできませんよっていう話です。ただしこれには例外があって、債権者 A さんが B さん反対していることを知らなかった、で正当な利益を有しない親が勝手に弁済をしちゃったといった場合です。この場合は A さん保護して弁済は有効になるんですね。ここちょっとややこしいので整理をしてくださいね。順番に頭に入れていきましょう。まず債務者 B さんが第三者弁済しないでくださいって反対をしていたら、基本的には正当な利益を有しない親っていうのは第三者弁済できないんだって話です。にもかかわらず第三者弁済をしちゃったといった場合、もし A さんがこの B さんが反対の意思を示していることを知らずに弁済受けちゃったという場合は、これはもう仕方がないから有効にしましょうよっていう話です。これが例外一つ目ですね。で、二つ目は、次は債権者である A さんが第三者弁済受け付けませんよって言っていた場合です。で、この場合正当な利益を有しない C さん、親ですよね、親は弁済することはこれはできません。ただしこれにも例外があって、B さんが C さんに弁済の委託をしていた、つまり B さんが親に対して代わりに弁済してくださいって頼んでいて、で、かつ A さんがそのことを知っていたと、債権者はそれを知っていた
で、もともとは債権者は第三者弁済受け付けませんって反対をしていたにもかかわらず、弁済受けちゃったといった場合です。こういった場合は、これ有効になるんですね。弁済は有効になります。つまり、もともとは債権者 A さんは反対していたんだけれども、B さんが C さんに委託をして、で、その事実を A さんは知った上で弁済を受けちゃったといった場合は、これは弁済有効になっちゃいますよ、といった話です。これが2番です。で、3番。債務の性質上、第三者弁済を許さない場合。この場合も第三者弁済ができないんですね。これどういった場合かっていうと、このね、お金のやり取りがちょっとわかりづらいので、別の債務を考えます。例えば、私が、まあ、コンサートの主催者だったと仮定します。で、私が例えばミスター・チルドレンさんに、コンサートやってくださいって、頼んで契約をしました。そうすると、ミスター・チルドレンさんがコンサートを行う債務を負うわけですね。で、この場合っていうのは、この債務って、第三者弁済ダメですよね。これどういうことかというと、私はミスター・チルドレンさんにコンサート開いてくださいって頼んで契約をしたにもかかわらず、第三者であるビーズさんが、じゃあ私が代わりにコンサート開けますって言われても意味がないわけですよね。この契約っていうのはミスター・チルドレンさんがやってもらわないと意味がないわけですよ。他のミュージシャンがコンサートを開いてもこれはダメですよね。こういったものが債務の性質上第三者弁済を許さないものです。で、4つ目が当事者間で第三者弁済を禁止した場合です。当事者間っていうのは AB 間ですね。AB 間で第三者弁済はもう禁止だという契約を、まあ、特約ですね、をしていたというのであれば、この場合は第三者弁済はできませんよと、例外に当たりますよっていう話です。この4つですね、この4つちょっと頭に入れていただきたいんですけども、まあ、特にこの1番、2番がややこしいんですよ。なので、ここをしっかり頭に入れておいてください。で、ちなみに、これ正当な利益を有するものっていうのはどうなるのかっていうと、これはもうこの原則に入ってくるので、ここに入ってくるんですね。つまり、第三者弁済はできるっていうのがもう基本的な内容なんですね。ただし、当事者間で第三者弁済禁止だというのであれば、こういった人っていうのは第三者弁済できないんですね。ただこれもちょっと注意が必要で、それは保証人とか連帯債務者なんですよ。この人っていうのは厳密に言うと第三者じゃないんですよ。この人って実は債務者なんですね。債務者だから、まあ、当事者間でこう禁止したとしても、この人は弁済はできるんですね。まあ、この点は一個注意していただければと思います。あとはもう第三者に当たってくるので、当事者間で第三者弁済禁止という契約をしているというのであれば、物情保証人以下は第三者弁済ができないんだということですね。まあ、この点も注意していただければと思います。まあ、一回これ見ただけではおそらくですね、整理できないと思いますので、ちょっと何回か動画を見ていただいて、この流れで頭に入れていくのがいいと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。